第四代レスター伯爵ロバート・シドニーはイングランド王国の貴族。1677年から1698年までリール死者の儀礼称号を使用した。第三代レスター伯爵フィリップ・シドニーとキャサリン・セッシルの息子として生まれた。幼年期に姉妹のドロシーと共にサー・ピーター・レリーによる肖像画に描かれた。1689年7月11日。 繰り上げ直所により存命中の父から、シドニー岩クの爵位を継承した。1698年3月6日に、父が死去すると、レスター白爵の爵位を継承。4月1日に、貴族院議員に正式に就任した。1702年11月11日に、死去、23日に、ペンスハーストで埋葬された。長男フィリップが爵位を継承した。 第4代レスター伯爵の記念碑は、ペンスファーストに現存する。レスター伯爵夫人、エリザベス・エジャートン、サー・ピーター・レリー作。1672年、第2代ブリッジウォーター伯爵、ジョン・エジャートンの娘エリザベスと結婚、4、男を設けた。ありがとうございます。